皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日はいつもの青山流星に代わりまして、私、源野武宏がナレーションを担当いたします。今日は大阪メトロ中央線コスモスクエア駅の電車に乗車しています。大阪メトロ中央線の森の宮新駅計画の現場を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。大阪メトロ中央線は大阪市住之江区のコスモスクエア駅から大阪府東大阪市の永田駅までを結ぶ鉄道路線です。路線距離は 17.9km、 期間は標準期の 1435mm、 奇終点駅含む駅数は14駅、全線直流 750V、 第3機乗方式での電化です。また永田駅から近鉄京阪な線と相互直通運転を行っており、大阪メトロ中央線の延長路線として機能しています。大阪港駅に着きました。大阪港駅は現在リニューアル工事が行われています。仮の屋根が設置され、それを支える柱が整然と立っており、柱には保護マットが巻かれています。施工は大手ゼネコンの大林組、発注者は大阪メトロです。この大阪メトロ中央線の主要駅では、このような大規模なグランドリニューアルが計画されています。2022年には大阪・関西万博のアクセス路線である中央線では、大阪港駅、弁天町駅、本町駅、谷町四丁目駅、森の宮駅の5駅のリニューアルデザインが決定され、順次リニューアル工事が行われています。大阪港駅のデザインコンセプトは海です。唯一海を望む地上駅としてその臨場感を生かし、エンターテインメント性、観光地としての特性を分かりやすく演出するため、デザインコンセプトを海とし、大海原を泳ぐ大型の海洋生物のイメージが駅舎のデザインに生かされます。ホーム屋根には膜構造の透過性や質感を生かしながら、曲線を効果的に持ち、駅空間の魅力が演出されます。海に望むことができる立地条件を生かして、ホーム西側に新たに展望デッキが設けられます。先端にはパラソルやクジラの潮をイメージしたシンボルを設置することで、海をより近くに感じられる展望スペースが計画されています。大阪港駅の近くには海遊館や天保山大観覧車や天保山マーケットプレイスなどの天保山ハーバービレッジや天保山公園などの施設があり、観光客の利用が多い駅です。また2025年国際博覧会の開催を2025年4月に控え、アクセス路線である中央線の主要駅として需要が増大することが想定されます。それらを見越してこのような大規模なグランドリニューアルが計画されています。中央線に2022年7月22日にデビューした新造車両3番 AK が大阪港駅を出発していきました。中央線の電車に乗り、大阪港駅から弁天町駅に移動しました。弁天町駅は大阪市港区浪岡3丁目にある大阪メトロおよび JR 西日本の駅です。2025年国際博覧会が開催される夢洲への入り口にあたる駅で、 JR 西日本の大阪環状線と大阪メトロ中央線との乗り換え駅となっており、とても重要な役割を果たします。 JR 環状線の弁天町駅の上に大阪メトロ中央線の弁天町駅が交差するという構造が特徴的です。リニューアル工事はまだ始まっていないようですが、駅舎の鉄骨はその塗装が剥がれ、老朽化が目立っています。大阪メトロ弁天町駅は中央大通りの中央分離帯部分の高架部にあり、ホームの地表面からの高さが日本一高い地下鉄駅になります。相対式ホーム2面に線を有する高架駅で、2階が改札口、3階がプラットホームです。改札は東西に3カ所あり、東改札は JR 駅への連絡通路があり、
西改札及び西東改札は大阪市教育センター、クロスタワー大阪ベイ、大阪ベイタワー、大阪港中央病院などとつながっています。東改札口には JR 線の時刻表が表示されており、利用者の利便性向上が図られています。弁天町駅のデザインコンセプトは、ステーションアートです。万博や IR を控え、乗り換えする利用者の増加に伴い、明るく使いやすい駅となります。また、大型デジタルサイネージを取り入れることで、照明や映像による演出を行い、アートを体感できる空間になります。大規模なグランドリニューアルで、駅の印象がガラッと変わるようです。到着した新造車両、3万 AK に乗車して、次の本町駅に移動します。本町駅に着きました。乗車してきた3万 AK 車両を見送ります。本町駅は大阪市中央区千葉中央4丁目にある大阪メトロの駅です。中央線、御堂筋線、四ツ橋線に乗り換えができ、乗り換え客が多い重要な駅になります。御堂筋線と中央線は島式ホーム1面2線、四ツ橋線は相対式ホーム2面2線の地下駅です。東西に伸びる中央線ホームの東側に御堂筋線ホーム、西側に四ツ橋線ホームが接しており、この字のような構成になっています。中央線本町駅の壁面パネルの一部は綺麗なものになっていますが、大規模なグランドリニューアル工事はまだ行われていないようです。本町駅のデザインコンセプトはインターセクションです。南北の大動脈の御堂筋線と東西へ発展する中央線の大阪を代表する2路線が交わり、万博とその先の未来を作ることをコンセプトに、高い機能性と象徴性の調和する駅を目指します。2023年6月25日にデビューした新型車両400系が本町駅に着きました。 LED の全照灯が四隅に配置された近未来的なデザインです。当チャンネルでは2023年6月25日のデビュー当日の新型車両400系を取材しております。概要欄にその動画のリンクを貼っておきますので、興味がある方はどうぞご覧ください。谷町4丁目駅に移動しました。今回は撮影できませんでしたが、本町駅と谷町4丁目駅の間にある堺筋本町駅でも大規模なグランドリニューアルが計画されています。デザインコンセプトは千葉文化、ザ・千葉カルチュアです。千葉の文化、交通、物流の交わりが格子で表現されます。谷町4丁目駅では中央線と谷町線が交差し、両駅で乗り換えする利用者が多いです。谷町4丁目駅ではまだリニューアル工事は行われていません。大阪メトロ中央線の谷町4丁目駅は1967年に谷町4丁目駅と森宮駅の間が開通した際、乗り換え駅かつ中央線の終着駅として開業しました。開業後56年が経過していますが、今まで大規模なグランドリニューアル工事は行われてなかったと思われます。残念ながらやや古臭い感じは否めません。谷町4丁目駅のデザインコンセプトはジャポネスクです。ジャポネスクとは日本的様式、日本風の意味で、1980年代の初期に登場した言葉です。歴史的にも精神的にも大阪のシンボルである大阪城に最も近接する駅として、和を柱や壁のグラフィックとして表現し、次世代への新たな美として世界へ発信する駅のテーマとして選ばれました。森宮駅に移動しました。森宮駅は大阪市中央区森宮中央1丁目にある JR 西日本及び大阪メトロの駅です。 JR 西日本の大阪環状線と大阪メトロの中央線、長堀鶴魅力地線の3路線が乗り入れており、乗り換えの利用者も多い重要な駅です。森宮駅でも
まだリニューアル工事は行われていません。森の宮駅のデザインコンセプトはフォレストです。市民が憩いくつろげる自然のある大阪城公園に隣接した立地を生かし、柱などの随所に木の枝の表現が取り入れられます。家族連れやインバウンドの方々など、すべての人々が集い親しむ開かれた森のような駅を目指します。西のコンコースには、今回のリニューアル工事で役目を終える御堂筋線のシャンデリアなどの歴史的価値のあるものを展示するスペースが設けられます。大阪城の東部地区では新大学の開校をはじめとしたまちづくりが計画されており、また国際的な観光拠点である大阪城公園に駅が隣接していることから、大規模なグランドリニューアル工事が計画されています。大阪メトロの作成した森の宮駅のリニューアル工事後のイメージ図を見てみると、全く別の駅のようにイメージが刷新されています。大阪メトロ中央線の主要駅の光景を撮影して、改修工事の情報を皆さんと共有しました。大阪港駅以外は現在準備段階のようですが、これから2025年国際博覧会の開催までに急ピッチで工事が行われると思われます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。